オグマカンは、日本の昆虫学者、遺伝学者、東京府出身。中学時代に、松村松年に刺激を受け、1903年、東京府立第一中学校から札幌農学校に進学。1911年、東北帝国大学の岡大学農学科を卒業し、農業生物学教室教員となる。1922年から2年間、 イギリス・ドイツ・ベルギーへと留学。1929年、ハッタサブロー教授の定年退職に伴い、北海道帝国大学農学部、動物学昆虫学用産学、第一講座教授となる。翌1930年、同大学に新設された、理学部動物学科教授に移動し、第一講座の公認には、犬飼哲夫が就任した。トンボの研究の権威として知られた。 北海道帝国大学理学部長、北海道帝国大学低温科学研究所長、北海道帝国大学化試人会、実験所施設長、北海道帝国大学触媒研究所施設長、国立遺伝学研究所長、札幌新興響学団講演会長などの要職を歴任した。1955年に退官、1963年指示報奨受賞。 昆虫学、細胞学、遺伝学の分野で多くの業績を残したが、中でも影浪服岩の組織学的研究や木原人志と共同で行った人類の染色体に関する研究は独創的な研究として高く評価されている。日本軍に依頼し、捉えられた中国東北部の抗日武装活動家の抗丸を入手、その染色体を観察し、 1937年6月、アメリカ合衆国の科学雑誌に論文を発表した。札幌、ふるさと文化100選に選定されていた小熊の自宅に、設計は札幌市中央区南122あったが、解体後の1998年に、萌さんのふもとの中央区伏見五丁目へ移築され、観光名所になっている。山品吉丸の指導教官としても知られる。 有島武雄や早川美代寺と親交があった。九国馬亭、ありがとうございます。